けって。はい、みなさんこんにちは、ゲームイズ大プロです。はい、皆さんこんにちは、シュミです。はい、今回はストライクショットランキングともでやっていこう。まあ、友情に続いてやったことないんで、はい、ストライクショットは悩みましたね。ストライクショットはマジ悩みました。本当にむっちゃあるよね。むっちゃある。もうちょっと、しかもちょっと違ったりするし、はい、あのね、悩みました。これもむっちゃあるな。けど、割とポンポンポンって決めましたね。お、私結構最近、いやね、まずじゃあ入んなかったやつらを、うん、で、まあ、多分忘れてるやつもあると思うんですよね。見てるやつもあるね、多分。そう、それだったわみたいな話言っとくと、どんどんあちょっとした場所に張り付いて戻ってくるやつ、ね、あれ結構好きですけど、今回は入んなかった、ギリギリ、うんうん、あれとか、なんかやっぱ配置を自分で、止まる場所を自分で固定して選べるっていうのはまた本当メリットが大きくて、うん、あれすごい好きだったんですけど、あれがちょっとギリギリ入んなかった。もしかしたらあと忘れてるやつとかもあるかもしれないんですけど、はい、今回紹介していきます。さあ、結構新しいですね、みんな。どの順位も、はい、この中にいます。え、てかこれ結構わかんない、本当に。 SS だね、マジ SS でしょ。もうあのクイバタとカーリーが同じキャラらしい。同じキャラじゃん。俺マジ SS むずくない。発表いいっすか。あー、わかった。どうですか、ワルプルの敵種族大ダメージ。いやー、あー、行くこちら今カーリーマジでした。はい、あくでもそうか、言ってるんだもんね、ルリで。ルリ、カーリー、まあ、クレパトもギリ入る感じになるのか分かんないですけど。そうだ、言ってるわ。ただ、今回のジャンルは張り付いてヤバい系。代表としてカーリー言ったんですけど、ただのランダー SS のレーザーウーチ、あと、吹っ飛ばしとかじゃないやつですね。張り付いた後になんかヤバいことしちゃうタイプの SS。1カーリー。他のやつを上げると、ゴン、うん。張り付いてヤバいじゃないですか、あいつ。張り付いてヤバい。はい。サツイリュウ。張り付いてヤバいじゃないですか。キミとシンカ。張り付いてヤバいじゃないですか。まあ、キリトはちょっと自強化入るんであれは好きじゃないんですけど、うん、とりあえず弱点に張り付かなくてもある程度なんとかしてくれるのがやっぱ一番好きで、その次に弱点に張り付くときにゲージ飛ばしとかしてくれるやつが好きなんですよ、うん、なんでゴン、カーリー、サデイリュウ、この辺の SS がやっぱ強い。強いね、この辺強いよな。でね、カーリーを今回代表で選んだ理由はランダ数がちょっと多いんですよね。これがヒーリングオール回復に使えたり、やっぱ直殴りでね、うん、殴ってブレるんで、うん、重複ランダとかもできたりするんですよね、うん、僕はかなりやっぱこのランダ SS を重宝してる。で、他のやつも巻き込んで雑魚処理できるし、うん、最近なんか高難易度だとね、白爆発がダメージ茶番ってことが多いんですけど、まあ、それがなくても殴りがないところがやっぱ強いかなっていうイメージで、ランダしてやばいやつ。確かにランダーして唯一なんか期待しちゃう感じあるもんな、うん、そうですね、こっからまあ伸びるから、ね、うん、そうそうそう、すげえわかる。あとランダーしすぎて、え、いつ白バーカー作るのみたいになるんでまだ来ないのみたいなぐらいランダーが長いのがすごい好き、はい、でカーリーやっぱ SS 好きですね、はい、途中までずっとルリの SS がすごい好きだったんですけど、ルリ言ってたもんね、はい、カーリーが出てからもうルリどうでもよくなって本当にカーリーが好き。そういうふうにルリ、はい、いや僕カーリールリが好きだったわけじゃないですか、はいはいはい、ルリの SS が好きだったんで、うん、で、カーリーが出てからもうちょっとカーリー愛してやまなかったっすね。カーリーが好きでしたね。はい、カーリー4位。こっからはちょっとね、4位か、はい、最近好きってやつの方が多い、最近好きってのが多いかもしれない、うん、はい、こんな感じです。あー、最近好きってのはあれかな、ラグナー壁すり抜けです。いや、こいつの SS マジ使ってて面白くて、唯一無二だもんね、はい、上にカンカンポイントがあるとするじゃないですか、うん、上の壁があって、この辺にカンカンがあったとしたら、うん、こういけんすよね、こういって上から出てきて、あーどうみたいな。28回とか結構たまに楽しくて使ったりするのと、あと28回とかいいんですよ、上出てきて下でガーンなって、うん、ここに本体いて、ここに分身いてってなったら、上打つとこっからこういってはまってくるみたいなね、すっげー面白くて、だってエスカトロジーの上幕で今使ってるんで、うんうん、とてもラグナロクには感謝してます。この SS は本当変わってるよなってます、ね、これね、あとね、自強化倍率がクソ高いっていうのと、あと軽い
軽いのおかしいよね。ね、これは強いっすね。いや、ダメージめっちゃ入るしな。強い。やっぱ壁と敵でカンカンできない分自強化が高いんですけど、敵と敵だったら普通の自強化なんで、強い。この SS はマジで強い。ラグナロクが好きなんだけどね。これは未だに出てないもんね。僕初運枠につけた、証つけたラグナロクですね。本当にこの SS はいいですね。打っても回転率いいし、ボンボン打てるし、12ターンは早い。いや、マジでいいですね。ラグナロクが4位。最近使ってすごい楽しくて好きな SS ですね、うんうん。はい、3位、これはちょっとイメージ強いかもしれないですね。これむずいな、これこれむっちゃ候補になりそうなやつやばくない？いますね、これやばい。ソウソウとかガブとか、はい、ミラカナおるんだよな結構。いやー、でも壁ドンかな。そう、壁ドンじゃないの、はい。いやー、これはね、さっきお話にも出ましたが、あ、そっちか。嫌いです。敵種族、これやっぱ好き。これ強いっすよ、ほんとに。ただニラカナが好きなんでですかね。俺別にワレプルとかは全然あの SS 使ったなとかね。 あとワーグナーとか最近出たじゃないですか、うん、貫通であの SS 持ってるのがあるんですけど、うん、とにかくニヌマブシが好きニヌマブシはマジ、いや、強いよ。使ってるからっていうのもあるかもしんないね。いや、使ってるってのもあるね。やっぱ好きな SS なんで、うん、これ選べるのがでかいよね、うん。そう、誰にキラー発動するかっていうのがでかいし、ちょっと最近やっぱ重く感じることが多いっすね。20ターンでこれかみたいな、うんはい、でキラー SS やっぱ発動しないとってのが多いんですけど、うん、やっぱハマった時の気持ちよさがエグくて、うん、あ、そんなハマったら大概持ってってない？大概持ってってますね。しかもやっぱりそういうさ、勝負どこで使うところが多いと思うから、うん、多いですね。最近だとラグナロクで使えたり、うん、あとは強かったもんな、うん、あとサラマンダーとか最近あの SO コラボでね、うん、ラグで使ってる方もいらっしゃいましたけど、いや、腐らないですね、でもニラカナはね、ほんとね。最近はホタネちゃんに使ってる人もいたかな、うん、あ、いたね、うん、腐らないんだよね、ニラカナのキラー SS は。キラー SS はほんとそうだよな。もともと火力があるからあるキャラについてほしいですね、うん。でもワルプランってあれにさらに超番超悪とかなってくるじゃないですか、うん、ワグナーもキラーあるじゃないですか。ワグナーキラーない方かな、もしかしたら。まあとにかく強い、ついてて、うん、ついてて、なんか、うん、何も、うん、OK、うん、ってなるやつ、ついてて OK ってなるやつ、ね。とりあえずなんかこの SS 見たら、あ、今日 SS もらったみたいな感じになります、うん。これはマジで文句ないですね。あ、最近金太郎、よし金太郎とかも、あ、金太郎これか、確か、あの種族大ダメージだった気がします。ニラカナ、まあこのキラー SS は好きで使ってますね、うん。これ強いじゃん、だってこれはもう、うん、あの文言でだけでも強いのが約束されてるから、うん、約束されてますね。期待通りに火力出てくれる火力が好き、うん、あれが好きなんですよね。はい、見ます。これ1位だよね。いや、2位ですね。あ、2位、はい、2位ですね。いや、結構ね、これは割と1、2位はポンポンと決まりましたね。え、これなんだろう。でも俺これ話してないですね、あんま、あんま話してはない。これむずいな、なんかむずいっすね。しかもなんかよくない説明わかんない、説明わかんない、そっから思い出してこいつの SS なんだっけって、そう思い出してるところから始まってるから、あー、いや、でもグネ、遅延、あー遅延と意外な、惜しい惜しい、あー、これ自強勝ち。あのね、これマジでなんで話題になんないのってぐらい、まあこっちを使ってる方は絶対知ってるんですけど、うん、俺これ SS 今出てる中でもトップ3でぶっ壊れてると思う。この SS マジで壊れてるんですよ。いや、本当に強い、マジで。俺たまに神川なんて言うじゃないですか、うん、33回とかレギュラーとか結構降臨でも入れてるって言うんですけど、まあ、オールレンジはタンポポのおかげでもうみんな強いの分かってると思うんですけど、うん、マナーにまあマジで強い。俺自分ってなんだまだ進化に赤石つけた時に神格迷ったって言ってたの、うん、かなり前に、うん、で赤石もずっとつけようと思ったんですけど、うん、激動激でちょっと運用したかったっていう理由もあるんですけど、うん、いや、この SS ね、やってる。いや、これは強い。いや、これ一ターンでもよかったもん、うんうん、これはマジで強いです。このでもなんか確かにその
攻撃もできて、はい、支援もできるやつってなんかコラボにしかついてない印象はあったりするし、で、あと乱打してとかなんですよ、うん、そうだよね、動けないんですよ、動けないよね、そう、これね、マジでやってます、これだそうだよね、なんか、はい、スパイダーマンのいいとこ取りみたいな感じするもんね、そう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 、なんかスパイダーマンはあれ、チーム数が、うん、すごい良かったじゃないですか、で、スパイダーマンも強かったね、安定して、そう、そうだよね、うん、これで、言えば、スパイダーマンも入りますね、これはスパイダーマン同じ使い方できるんで、うん、でも2ターン本当やばいよね、確かにこれね、マジ壊れてる、しかも25ターンでしょ、はい、いやこれはマジで壊れてると思う、本当にこの SS はマジで強い、3ターンチェンジ、普通に30ターンっていうのを考えると、はい、攻撃できて、これはね、これなんか即必殺つけたいな、確かに、なんか、うん、これは強いですね、しかも割とこいつ使うのってやっぱダメージ量が出てくるとこ多いんで、うん、超アンダメでこの SS 使った時にびっくりするぐらい出るの、シャンバラの時、リョーマの SS クリチカルだもん、あれこれリョーマだっけってぐらい出る、マジ、はい、あの横顔で弱にかとってやると、使いたいな、いや俺シャンバラ絶対使うんですよ、あのアニマシャンバラと33回を 100% 使ってるんですけど、いやマジでてか自分全然マナには使ってないから、いやそれ聞いたらすげえ使いたい、こいつマジ使ってほしいですね、マジ結構壊れてますね、本当に壊れてる、確かに、まあもう、まあ、今し、ね、進化がどうしても、うん、まあ、使うことは多いですけど、ね、あれになってるから、うん、俺これ今こいつなんか来てほしいな、隠れ強キャラランキングやるなら1位かもしれない、あー、はい、こいつでも確かに隠れてるかもしれない、隠れてますね、隠れてるっていう、うん、進化に、うん、隠れてるのは間違いない、ただこいつに関してはまだ複数持ってて髪が結構ちゃんと使ってる人だったら、うん、多分全員いや全然隠れてないよってぐらい強いんですよ、うん、本当に強くて、ただもうこの SS ちょっとね、あの蔓延させないでほしいですねこれこいつだけだよねこいつだけ、こいつだけだよね、あの自強化2ターンはこいつだけです、そうだよね、スパイディーが、スパイディーがそうですね、あいつは初代ぶっ壊れ SS ですね、あれは、あれはちょっとね、はい、あれ俺多分リボンクラスにあの手のひら返ししました、あれマジ便利だよ、はい、クソ弱いと思ってましたもんね、はい、これ2ターン確かに、ね、強い、これはマジで強い、うん、いやこれマジね SS 強いおかしいマジでこの SS は一回使ってみてほしいですね、世界観ありますね、これはフェナティックレッドレクイエム、ただこれですら2位だからね、次1位か、はい、次1位ですね、まあ、これはちょっとイメージあんのかな、わかんないですけど、これは多分でも100人やったら80人ぐらい入るんじゃないですか、マジ、はい、この中は、はい、この中にいます、あーオラチ、サカですね、あーチート、公式チートこれもマジ公式チート、8ターン SS って、まあ、前から出てたじゃないですか、あれっすよ、あの PCG3 の髪型とかはまあちょっと論外になってくるんですけど、うん、まあ、僕がこれを選んだ理由はサタンと弁財天のせいなんですけど、短 い, いやターン数のオランチは違うね、だって結局俺ホタネ弁財天で周回してますからね、弁財天最強マジ強いっすね、いやマジこれはいいんですよ。ダメを、嘘っすもん、これ。ダメをワープ、バリア、地雷以外にも無効化してること結構あって、最近だと、魔法陣、あと、激死変化パネル。それ。と、それ同時に、アビロックされた時の無敵も取れるんですよ。うん、あ、そうなんだ。そう、だからアビロックされてもダメオが出てきました。オールドで無効化できるんですよ。そう、それが、まあ、同時にその、アビリティロックの方は、こいつはまあ、アビリティもともとないんで、ね、うん、あれですけど。文言通りだ。いやー、マジね。ハチモランチャ強い、これは強いんじゃないかなと、だからよくすごいなと思ったのが、あのニードルパネルを無効化しなかったのはすごいなと思いました、あれ無効化しちゃったらもうまあ最強なんで、さすがにそこは、うん、そこはちゃんと、はい、言ってきました、ね、なと、まあ、代表的なのはサタン、あと弁財天で4ターン伸ばすなら魅力神化とか入ってくるのかな、でもこれも、うん、サタンででもなんかすごい、そうですね、サタンから株がやっぱり変わったから、うん、本当いかに、だって空腹とかそれまでついてたけど、うん、全然そのオーランチの役割としてはみんな、うん、使ってなかったソークに使ってなかったと思うけど、だから短いっていうのがミソっすよね、それでね、やっぱり噛み合っ、このもん噛み合ったよね、うん、オーランチのあれと最近言うとあのモーリーとかも、うんうんうん、はい、あのハチャオーランチのキラーキラーでサタンっぽい性能出てきたんですよね、うん、なんであれも割とちょっと今回使ってみたいなと思ってるんですけど、だってしかもね、もう、はい、近畿でオーランチステージと言ってみ、出たのかも、ね、ね、あとね
どうかしたいよね、うん、だからそう考えると三雲はやっぱ強いっすね、うん、ほんとね三雲ってあれ三雲そうだよね、相当強い運幕なんじゃないかなっていうのは改めて感じさせるあれですよね、運幕で持ってるもんな、うん、三雲は強いっすね。なんでまあ今回はオーランチですけど、まあでもちょっとオーランチ好きな人多いんじゃないかな、めっちゃ強いっすねやっぱ、何でもできる感が、何でもできる感あるもん、うん、ありますね。でなんかすごくこれバランスが毎回うまいなと思うんですけど、うん、一旦無駄になってもやっぱ張ったんじゃないですか、重、うん、力あるステージにオーランチ連れてきました、うん、一旦分は絶対動けないじゃないですか、うん、無駄になってもその後に溜まった時に動けるターンでプラスアルファになるんですよ、ね、あー分かる、動けなかったとしてもサタンと弁財天が動くターンでワクワクするじゃないですか、うん、安心感になるもん、そう、うん、なんでそのバランスがうまいなと思って、でそれがやっぱ結構壊れって言われてるんで、うん、本当に8ターンオランチってね、サタンの弁座がまあダントツですけど、その辺はやっぱ強いなとは思います。オランチ8ターンっていうのは結構キャラの性能を一気に上げてくれる性能なのかなっていうね、うん、だから16ダメに8ターンオーランチとか来たらもうそれこそやばいっすよ、うん、はい、なので8ターンオーランチはすごい嬉しい、嬉しい、はい、で特徴特徴いいっすか、行こう特徴、こいつずるい、ずるいってやついるんですよ、1人、これじゃそんな SS 持ったやつが、はい、こいつはずるいっす、マジでこいつ特徴っすね、ダントツゴン、え、ゴンじゃないあのね、やばい、誰だろう、ボックスからいきますそんなやつ、はい、そんなゴムを超えるやついた、いや特徴がいます、特徴が、特徴今回例外、もう常に僕の中で殿堂入りしているこいつはこちら、あー、これはずるい、これはずるいっす、本当に4はダメ、4はダメでしょこれ、俺ランスロットはマジでやってると思いますね、こいつは、俺こいつの時ランスロット X が強いと思ってたんですよ、何言ったんでふざけてんのって喧嘩って人バカにすんなって思ってたんですけど、こいつはやばい、もちろんランスロットも強いとは思ってましたけど、ランスロット X の方が強いと思ってて、もう懐かしいっすよ、その頃が懐かしいです、秒で俺ランスロットの厳選に移りましたから本当にこいつはあれだよね、これは強いでしょ、状況をに応じた使い方の選択肢がやばいよね、うん、いこの SS はすげえなって思いました、4プラス16かと思って、今までそれまで4プラス4とか、うん、プラス8とか、うん、あっても長くても8だったんですよ2段階目から、うん、4プラス16、いやーそれすげえわ本当に、しかもそれ相応の強さなんですよね、うん、であとこいつの SS 価値上がってきたのって運営さんが結構ランスロット接待作ってるんですよね、うん、シュリンガーラ一層とかあれあってて、ランスロットの SS はちょっとねこいつの使い勝手は図鑑抜けてるんじゃないかなと思ってますね、なんでガチャゲン運極で一番欲しいと言っても過言じゃないですね、こいつはこいつ運極ってやばいね、いや、やばいと思う、本当に使い勝手やばいな、実質ダメオンアップブロックっすからね、うん、こいつはでスパバレでね、うん、阻害もトレイされないし、いや、こいつ強いですね、そう、こいつに関してスパバレでっていう使い道もあるんですよね、うん、いやー割れてやってるんじゃないですかね、ランスロットはね、うん、限定ネタ最強キャラランキングとかにも入ってきそうですね、これは確かに4ターンでやってくそうだよね、うん、まあ貫通になってブロックも動かせるのは割と増えてきてるのかもしれないけど、うん、はい、ただあと4ターンわけが違う、あれですかね、貫通にならないでブロックだけ無効化してほしいとかは思うことがありますよね、はい、けどまあその分、まあ、貫通変化っていうのがいいのかな、はい、僕結構もともと貫通変化が好きなんで、反射を使いたいけど貫通になった方が楽ってシーンあるじゃないですか、うん、なんでそういう時に貫通変化好きなんで、この貫通のブロック無効の4ターンはやった、うん、これは強いと思った、はい、なんでこれはちょっとまた例外で考えなきゃいけないタイプのやつかなと思ったんで、うん、ランスロットはあれですけど、これまでなんかその4ターン系ので1周回ってすぐ使えるようなやつはやっぱりどうしてもね火力面でそうですね何もなかったから、うん、なんかデネブ、それこそ最初とかデネブとかがなんか来たりしたけど、うん、ありましたね、なんか何もあれかみたいになってたけどね、はい、こんぐらいもうアビリティが一つ増えてるし、うん、こんぐらいの使い勝手だったらやっぱりわけが違ってくるんだ ね、はい、でランスロットは好きですね、ただまあ僕ランスロットそんなに使ってないんですけど、まあ、200、まあ、使ってる方か、うん、まあなんか
SS 的には好き。そのランスロットが好きなわけじゃないんですけど、これなんか ついても面白いなと思うんですけどね、うん、なんでまあ、うん、コメント欄でもね、この SS 好きですとか、うん、あれ好きですとか、同じでしたとかね、うん、あればぜひ。でもなんか壁ドンが入ってなかったの意外だな。壁ドンも好きですけどね、あの、まあ、そういう感じじゃないのか、うん、あれの好きな理由が結構強いとか、うん、あれ強いと思ってるって感じですね、うん、千代が好き、壁ドンが。なんで、ね、皆さんもぜひ、うん、その辺ありましたらコメントしてください。あとセスナを外しました。俺別にあんな SS 好きなわけじゃないんで。あれは確かに、ね、はい、強いけど、強い、あれも強いけど、いやまあでも、うん、SS はマジ個人差でそうっすね。今回難しいね、これなんか、ね、大号令とか入ってきそうですけどね、みんな。あーってか大号令入ってなんか号令入ってなかったね、確かに。号令好きじゃないっすよ言われていたら号令なら時間が好きっすね。強いとは思います。それは強いわ、あれ、うん、うん、なんか SS はほんとなんか、うん、いっぱいあるから個人差ですね。あれそう、はい、分かれそうですねって言ったね、うん、ちゃんとよく、はい、よろしくお願いします。では今回もゲームなんでしょう1から大木島市の内容でした。シューでした。ご視聴ありがとうございました。